この物語は実在するクリエイティブ歌のお姉さんこと松山葵によるフィクションとノンフィクションをいい感じに組み合わせた小さなお友達も大きなお友達も楽しめる限界アニメである。最高、可愛い動物たちの国へ、みんな一緒にもふもふしよう。最高、楽しい動物たちの国はいつだって君の心にあるよ。この番組はご覧の皆さんの協力でお送りします。アフロ君に構ってほしくて巨大隕石ヤクシズを地球に落とそうとした赤い人。念願かなってアフロ君に構ってもらえるが、ヤクシズの前でイチャコラしているところをお姉さんに蹴り飛ばされてしまう。薄れゆく意識の中で赤い人は自分がノースリーブだった頃を思い出していた。ノースリーブの人。ヤクシズショックの6年前、アフロ君に会いたくてサングラスにノースリーブで変装し、敵軍の内輪もめに首を突っ込んだ赤い人はシロコさん、ハマンさん、タミユ君と四つどもえの最終決戦に挑んでいた。どうした？動かないぞ。動かないですね。ちょっと戦艦で押してみる？精神世界で会話しているものと思われます。何それ、怖い。無様だな。ニュータイプのなり損ないがバカな人です。恥を知れ俗物、勝てると思うな小僧。遊びでやってんじゃないんだよ。ちい、なぜ私ばかり。黙れ俗物、落ちろカドンボ、修正してやる。これでは道化だよ。貴様のようなやつはクズだ。生きてちゃいけないやつなんだ。神、セリフの相手を間違えているぞ。お前は戦いの意志を生む源だ。生かしてはおけない。落ち着けカミール。ここからいなくなれー。この感じ、何か来る。シャーアズナ。大きな星がついたり消えたりしている。これが若さか。強い子に会えて。止まれ怪しいやつ。パオ、動け。パオ、なぜ動かん。バーン。ティッツだかウエーゴだかネオニオンだか知らないけど、お姉さんの体を通して出る歌を聴けー。サボテンが花をつけている。おーい、出してくださいよ。ねえ。次回あれから2年お楽しみに。